S660 のサイドミラーですね、やっぱり車高が低いということがありますので、後ろからライトを当てられるとかなり眩しいんですよね。まあ、特に背の高い車ですよね、 SUV とかアルファードみたいな車に、運転が上手な人って言ったらいいのか分かんないんですけど、綺麗に両側のサイドミラーにライトがバーッと当たっている状態でめちゃくちゃ眩しいみたいなのことがまああったので、さすがにちょっとしんどいなということもあってですね、その対策をしようと思って今回はこれをですね購入してみました。シルクブレイズのウィングミラーというやつですね。はい、なんでこれにしたかというと価格が安かったというのがあります。そして、まあ、ウインカーとかに合わせて光るということで、ちょっとねいじった感がすごい出るんじゃないかなっていうこともありまして、このシルクブレイズのウィングミラーを選んでみました。では早速ですね、これの中身の方を紹介していこうと思います。箱を開けていきますと、中にはですね取扱説明書と右用のサイドミラー、左用のサイドミラーが入っています。そして注意書きですね、こういうのも入ってますし、使わない配線を絶縁する絶縁チューブが入っています。そしてミラーの方ですね、中を開けていきますとこんな感じになっています。ブルーになっていてシルクブレイズのロゴが入っています。ミラーの裏面には配線が入っていて3本ですねついています。黒はアースですけども、白の方が点滅、灰色の方が流れるウィンカーという感じになっています。そして接続にはですねエレクトロタップがついています。一番最初にすることはドアの内張りを外していきます。2箇所ネジがついていますので、このネジをですねプラスのドライバーで外していくところが最初の作業となります。内張りの裏手にはスイッチ系の配線がついていますので、このコネクタをですね剥がしてしまいます。続いてミラーを外すためにですね、ここの内張りを外します。続いてミラーを外します。内側をしっかり奥に挟んで、外側を外に引くような感じで簡単に貼り外すことができます。そして中ですね、次はスカルキャップを外していきます。爪が上2箇所止まっていますので、この2箇所を押しながらですねスカルキャップをこのような感じで外していきます。1度目はちょっと苦労しましたけども、2度目となるとですね簡単に外すことができます。続いて下のスカルキャップを外します。まず外側のこの部分の爪とですね、ミラーの上から見て真ん中内側の2箇所にあります。真ん中はですね前方向に外していき、内側の方はですね後ろ側にこのようにして引いて爪を外していくという感じになります。ミラースキャルカップが外れたら、続いてですねミラーを止めている3箇所のネジを外します。これは 8mm のですね六角レンチを使って外します。ネジを外したら、続いて配線を止めているこれですねビニールテープのようなものを剥がしていきます。これを剥がしたらですねミラーを車から外してしまいます。コネクタもですねこの穴通るので問題はありません。ミラーを外したら家の中でですね配線加工だけしていきます。まずこの溜まっているビニールテープも剥がしてしまいます。はい、行きます。配線こんな感じで見えています。でこのゴムの部分がこうついてるんですけど、これも邪魔なのでこれも剥がしちゃいます。普通に別に何をすることなく外れます。この間
配線のこのコネクタあるんで全部外れないのでちょっとずらすだけで10。これですね、この配線はミラーの後面のここからずっと配線が来てここに入っていくんですけど、この先がですね中入れれないので、これこの機械もですね一度外します。この3つのネジを、これじゃないですね、このこことこことこの3つのネジですねを外します。申し訳ないです。こんな感じですね。こんな感じで外していきます。これでネジですね3箇所外すとここが浮くようになるんで、ちょうどこの裏側にですね配線を通すことができるので、シルクブレイズのやつの配線もここから通していきます。ブレイズのやつはですね、このミラーの後ろ側からこういう感じで配線が出ていますので、3本ですね出てます。でまあ、今は配線だけなのでとりあえずミラーに配線をしていくという感じです。後ろ側からですね配線を入れていきます。先に配線の方を伸ばしていって、ちょうどこの隙間に入れていくんで、これはもうゴリ押しで入れていくとですね反対のこっち側に出る感じになります。さっきのところから押し込んであげたらですねもうすぐに通ります。これはそんなに別に配線通しとかがなくてもしっかりと通るのでこの作業は簡単です。あとさっきのゴムのところですね、ここも通さないといけないので裏から通していって、こんな感じで配線は通りました。であとはこの途中の処理ですね、ラインにしまして、これをタイラップで止めておきます。この2箇所をですねタイラップで止めておきました。ミラーのこの配線を出す位置を大まかに決めてですね、大まかに決めたらまたこの今押さえてるやつですね、これをネジ止めしていきます。はい、これで3箇所止めました。押したらですねもうこれで配線は OK なのでミラーはですね元に戻していきます。さっきと逆の手順でこれをですね元に戻していただきます。まず下からですね入れていってあげます。特に直すときは考えることなく、しっかりと前をこの部分をしっかりと合わせてあげて後ろにパチッと押せばいいだけです。簡単に下側が埋まりましたので、続いて上をですね入れていきます。はい、上もこんな感じではまりました。まあこれは本当に簡単にできますよね。取るのはねちょっとめんどくさいんですけど、そして最後にですねこのミラーを中に入れていきます。ミラー、ブレイズのミラーが入りました。これがちょっと純正品と全然違って、入るの全然時間がかかっちゃいました。全然硬くて入らなかったんですけど、ようやく入りました。この部分はビニールテープで留めておきます。こんな感じですね、ビニールテープで巻いておきました。ミラーの準備が完了したらですね、また元のように落としていきます。3箇所ネジ止めをしてですね元に戻しました。そして今度はですね配線も元に戻していきます。ミラーの角度を調整するための配線ですね。そしてシルクブレイズのウィングミラーの配線はですね、ここのグロメットに穴を開けてドアの中を通してからですね車内に引き込んで、そしてサイドウィンカーのところですねに配線を出していく感じにします。これで配線をですね元のように戻していって、ウィングミラーの配線もですね一部とも締めをしてバタバタしないようにだけ止めておきます。グロメットを外して、このグロメットに穴を開けてウィングミラーの配線をですねグロメットを中を通してドアの内側に入れてからですね、今度はドアからこの奥からですねこのゴムの中を通して車内に入れて、そしてまた車内からですね今度は
サイドウィンカーの方へと配線を伸ばしていくっていう感じです。そこにもクロメットがありますので、クロメットに同じような加工をして外に出していきます。点灯しています。ウィンカーの配線のところにですね、エレクトロタップをかますっていう感じになるんですけども、まあこの距離が短くてですね、もうこんな感じになっちゃってパツパツなんですよね。これはちょっと厳しいなということになってですね、もうこの配線はですね、もう加工してしまいました。長くなってしまうのでバタバタするのかもしれませんけども、分岐を自分で作ってシルクブレイズの方とウインカーの方にですね配線を割りました。点灯することが確認できましたので、これであとはですね内張りを元に戻していきます。やってきた時と逆の手順なので、それほど難しい作業ではありません。コネクタ類のつなぎ忘れがないようにだけですね、内張りをつけるときにしっかりとコネクタを差し込んでおきます。シルクブレイズのウィングミラーをつけてですね、実際に走りに来ております。左の方ですね、ミラー見てもらったら分かる通りですね、ウィンカーがこのような感じで光ります。でちょっとね、後ろから照らされてどんな感じなのかっていうのをですね、交通量が多いようなところを走ってですね見ていこうと思います。いいっすね、ちょうどね今いい感じに両方から当ててくれてます。微妙っすね、やっぱり眩しいですね。 SUV とかじゃないんですけどね、確かに眩しい。でも純正よりかは全然マシかなっていうところですかね。ということでシルクブレイズのウィングミラーつけてみました。取り付けはですね、結構大変だったかなっていう感じです。配線を伸ばしていくのが結構大変だったのと、あとウィンカーのところですよね、でエレクトロタップでうまく入りにくいなっていう感じがしたので、配線する工夫はですねちょっと必要かなっていう感じがしました。できたら車内でウインカーの配線が分かればですね、そこにつなげる方がいいんじゃないかなっていう印象を受けました。それとミラーの取り付けがですね、純正のやつと比べると全然うまくはまらないっていうのがあったので、純正とちょっと比べてみると形も違かったりとかして、ものによって当たり外れがあるのかもしれないんですけど、僕のやつも全然はまらなくて大変だったので、その辺はちょっと純正と比べると落ちるところがあるなっていう感じがします。そして取り付けた後に実際に乗ってみて、ウインカーを出した時にですね、夜なんですけど、ウインカーを出すとやっぱりすごい明るくなってしまって、サイドミラーが少し見にくくなるなっていう感じのところもありました。そして眩しさはですね、めちゃくちゃ抑えられたかというとそこまでじゃないっていう感じもありますので、どっちかというとドレスアップ的なところですよねに関してはすごくいいなっていう風には思います。で運転席からもですね、ウインカー出すところが見えるっていうのがあるので、自分の見た目で変化を楽しめるっていうのはこのミラー面白いところだなっていう風に思いました。価格とかを考えるとですね、それほど高くないというところだとは思いますので、今回はですねこれはつけてみてよかったなと思っています。実際にもうちょっと使ってみてどんな感想になるのか、ちょっとまだ変わってくるのかなとも思いますので、まだまだですね、おいおいしばらく乗ってみて何か思うことがあったら動画にしてみようと思います。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。